ヤシの大虐殺は、ルーマニアのヤシで1941年6月29日から7月6日にかけて行われたポグロムである。イオン・アントネスク元帥の指揮するルーマニア政府軍が行った虐殺で、ユダヤ人人口の3分の1に当たる13,266人以上が殺害されたほか、多数が国外に追放された。1930年国勢調査時点での ルーマニアにおけるユダヤ人人口の分布やしから強制移送されたユダヤ人の死体を捨てる様子を集められたユダヤ人第二次世界大戦中の1940年から1944年にかけてルーマニアは反ユダヤ主義政策を掲げるナチスドイツの同盟国であった官報に掲載されている1941年と翌42年の間に制定された32の 法律31の法令17の政府決議は反ユダヤ主義を色濃く反映したものである。また、ルーマニアは独祖不可侵条約を破棄し多ドイツと共にソ連に侵攻し1940年に占領されたベッサラビアの奪還を目指していた。戦艦期のルーマニアでは共産主義はユダヤ人の主導によるものであると信じられており、 ルーマニア政府はソ連に対しての戦争をユダヤのボリシェビズムを全滅させるための戦いと称して反ユダヤ主義を盛んに宣伝した。バルバロッサ作戦と呼ばれたソ連侵攻は1941年6月22日に開始される予定であった。ソ連国境近くに位置しユダヤ人人口の多い野市は作戦上邪魔になると考えられ、 当時のルーマニアの独裁者であるヨン・アントネスクは、野手のユダヤ人を、ルーマニアの戦争努力を脅かす、第五列とみなしていた。1941年6月中頃、アントネスクは、モルダビアにある、ユダヤ人共産主義者の喫茶店をすべて閉鎖させ、各地域における、ユダヤ人、共産党員、その支持者を特定することを命じた。また、同年六月十一日には、 シレト川とプルト川の間の地域に住む18歳から60歳までのユダヤ人をルーマニア南部のトゥルグジウにある強制収容所へ移送するよう求める法令に署名した。ソ連侵攻を目前に控えたルーマニア、ドイツ両軍の将校はソ連国境付近に住むユダヤ人を内部の安全保障上の脅威とみなし、ルーマニア政府にこの脅威を取り払うよう圧力をかけた。 ルーマニアの国家機密情報機関として知られる特別情報部隊のトライアン・ボルチェスク中佐ートに次のような証言している。私が確かだと言えるのは最高本部の第二部門が格闘計局の支援のもとモルダビアのユダヤ人移送問題に関与していることゲオルゲ・ペトレスク大佐がその担当だったことである。ルーマニア最高本部の第二部門は国内の政党 少数民族をすべて監視下に置いていた。したがって、虐殺の責任は、第二部門と SSI、そして、ドイツのアプベアにあると言える。1941年6月22日に、ソ連侵攻が始まると、SSI は、戦争を妨害する、可能性のある、内部安全上の脅威を取り除くため、男性160人から構成される、第一諜報部隊を組織した。 ボルチェスク中佐はこう振り返る。第一情報部隊の非公式で機密の目的の一つとして、モルダビアのユダヤ人を国外追放や虐殺によって排除することがあった。SSI の責任者、フロリン・ベチェスク・ジョルジェスクは、ブカレストを離れる際、この目的を完遂するため、ユダヤ人や共産党員についての資料を持っていった。部隊は、ヤシから、 同じくユダヤ人虐殺が行われたキシナウまで車で移動した。キシナウで行われた虐殺もヤシと同じ SSI のチームが行ったのである。この部隊はティギナやティラスポリでは強盗を犯し、オデッサでも虐殺を行った。バルバロッサ作戦が開始された当日、ヤシの警察は1941年1月に 起こったクーデター未遂により収監されていた鉄営団のメンバーを釈放した。解放されたレジオナーレラは警察の指揮の下武器を与えられた。鉄営団は激しい反ユダヤ主義で知られており、投獄されていた鉄営団員の解放は、ヤシのユダヤ人に対して当局が攻撃を企てているということを示唆するものであった。1941年6月24日、ヤシは ソ連空軍による空爆に見舞われた。空襲による被害はほとんどなかったが、野シのユダヤ人は皆共産党員であり、ソ連の爆撃機を誘導するため、ビーコンを点灯させたという噂が急速に広まり、混乱を巻き起こした。6月26日は2度目となる爆撃が行われ、今度は町に大きな被害が発生し、ユダヤ人38人を含む約600人が死亡した。 この空襲の後にも、ユダヤ人が、ソ連の味方をした第五列であるという噂が広まった。同日、アップベアのヘルマン・フォン・ストランスキー少佐と SSI のイオネス・クミカンドル大佐が、ヤシに到着した。彼らは、戦後の裁判で、虐殺の先導者とみなされている人物である。1941年6月27日、ルーマニアの指導者、イオン・アントネスクは、 ヤシ中屯地の指揮官であるコンスタンティン・ルップ大佐に電話をかけ、ヤシのユダヤ人を排除するよう正式に指示した。ただし、虐殺の計画は上記の通りさらに早い段階から行われていた。ソ連の落下3兵がヤシの郊外に降り立ち、ユダヤ人と協力しているという噂が国営の報道機関の暗躍もあり、拡散した。そして、虐殺の1週間前には、 一層ユダヤ人排斥が強まることとなる。キリスト教徒の家には十字架が描かれる一方で、ユダヤ人男性はユダヤ人墓地に大きな溝を掘らされ、さらに何か証拠を見つけ出しては、兵士がユダヤ人の家に押し入るようになった。6月27日、当局はユダヤ人コミュニティを妨害行為で正式に避難し、虐殺を率先する兵士や警察を集め出した。 彼らはユダヤ人が路上で兵士を攻撃しているという嘘を伝えられた。ヤシ出身のユダヤ人生存者マルチェルは当時の状況を下記のように述べている。ユダヤ人にとっての本当の危険は1941年6月29日に始まったことを記憶している。これにはユダヤ人皆が非常に驚いていて我々は服に黄色いダビデの星をつけることを義務付けられた。 我々はそれ以来、食べ物を売り買いすることも、特定の時間公共の場に出ることも許されなくなった。当時ユダヤ人が隠れている地下室があり、警察はこの地下室を探し出すのに苦戦していた。そのため、我々を食料配給におびき出すことを目的に、無料と書かれた一種のチケットをユダヤ人地区で配った。ユダヤ人たちは、 食料配給に出向けば自由が得られ、再び商品が買えるようになると考えた。しかしそれは罠で、我々は自由を得る代わりに死と向き合うことになったのだ。虐殺の最中に集められ、逮捕されるユダヤ人路上に横たわる犠牲者ルーマニア政府が依頼、承認した報告書には、虐殺に多くの人が加わっていく様子について、次のように記されている。 6月28日から29日にかけての夜間、ユダヤ人狩りの先陣を切ったのは、ベッサラビア警察や、憲兵の支援を受けた野手警察であった。これに、軍兵士、SSI の下で武装した人、自らの行動が罰せられないことを知って、強盗や殺戮を起こすようになったボートなどが加わった。ルーマニア人住民は、ユダヤ人に関する情報を提供したり、 兵士をユダヤ人の家や避難場所に案内したりする以外にも、警察本部へ向かう、途中のユダヤ人に対する拘束、侮辱を行った。ユダヤ人の隣人、著名、無名問わず反ユダヤ運動の支持者、学生、低賃金や身分の低い役人、鉄道職員、ユダヤ人との競争に不満を持っていた、職人、ホワイトカラーの労働者、退職者、 退役軍人など様々な人々が参加した。ルーマニアの兵士、警察、ボートらがすぐにユダヤ人虐殺に加わった。最初の虐殺で少なくとも8000人が殺害された。SSI の諜報員は兵士や警察を引き連れ、虐殺を引きる中心的役割を果たした。釈放されたばかりの鉄鋭団は流血のユダヤ人殺害を楽しんでおり、 路上で彼らを刺したり、バールで殴ったりして殺す群衆を率いていた。稀に憐れみを覚えたレジオナーレがいたとしても、その手段が銃殺に変わるだけであった。目撃者の一人は後に次のように証言している。ユダヤ人を守ろうとした人も、ユダヤ人と一緒に殺されることがあった。カシアン検事長の義理の兄弟で、非ユダヤ人のエンジニア、ナウムは、その一人だ。 ヤシの衛生機関の元医科学助教授で、雄弁な自由主義者として一部界隈でよく知られていた、ナウムは、フェルディナンド財団を出たところにあるパクラリ通りで、ユダヤ人を救おうとしていた。彼らを殺そうとしていた、警察官は、ナウムに向かって、犬め、お前の守る、ユダヤ人と死ぬがよい。と言い、至近距離で撃った。被災のラズメリタは、サラリーエ通りで、 ユダヤ人数人を助けている最中に彼らと共に撃たれて犠牲になった。また、千番捜査員のヨアン・ゲオルギューはズグラビロル通りでユダヤ人数人を守ろうとして鉄道職員に殺害された。虐殺を直接目撃したイタリアのジャーナリストクルツヨ・マラパルテは兵士や憲兵の文献会、男女の労働者、 挑発のジップシーの集団が死体を持ち上げたりひっくり返したりしながら服を剥ぎ取り、喜びの叫び声を上げていたと書いている。死の列車から捨てられた死体ルーマニア当局は、5000人を超えるユダヤ人を逮捕して、彼らを鉄道駅に連行し、動きが遅くなった人を射殺した後、彼らの持ち物を全て奪った。列車1両の中に100人を超えるユダヤ人が詰め込まれ、 田園地帯を8日間にわたって行き来した列車の中で、乾きや飢え、窒息によって多くが死亡した。公式の報告書では次のように書かれている。ルーマニア南部のカララ市に向けて、ヤシを出発した市の列車には、おそらく5000人ものユダヤ人が乗せられたが、7日後に目的地までたどり着けたのはわずか1011人だけで、あった。ルーマニア警察は、1258体の遺体を、 数えているが、途中のミルチェシティ、ロマン、サバワニ、イノテシティで、数百の死体が列車から投げ捨てられた。また、ポデイロアエへ向かうしの列車には、出発時に最大で2700人のユダヤ人がいたが、そのうち生きて降りられたのは700人だけであった。当時のルーマニア当局の公式な説明では、1900人のユダヤ人が乗り込み、 たった1,194人が死亡したと報告されている。ヤシの南西にあるポドイロアイエーへ移送された人もいた。ヤシの大虐殺全体の犠牲者数は定かでないが、ルーマニア政府によると13,266人以上、ヤシのユダヤ人コミュニティによると15,000人近くが数えられている。残虐行為が行われる中、それに反する例外もあった。ロマンの街で、 第二次世界大戦中、赤十字の主任として働いていた病理カ・上がり地は、諸国民の中の正義の人として、ヤドバシェムでイスラエル人に称えられた54人のルーマニア人のうちの一人である。1941年7月2日の夜、ルーマニア軍の負傷者の手当てを終えた後、ヤシで行われた大虐殺の生存者を輸送する列車から、埋めき声が上がるのを聞いた彼女は、 自身の立場を利用して収容された乗客に対して食べ物や水を与える許可を取った。この行動はロマンの人々の大きな反感を買い、彼女はブカレストへの移動を強いられた。この逸話は虐殺を描いたオイゲンルカの著作ポグロムにはっきりと記された。ポグロムはもともとルーマニア語で出版されたが、その後ヘブライ語やチェコ語に翻訳され、ヤドバシェムや ワシントン DC のホロコースト記念博物館内にある図書館でも読むことができる。秘密裏に夜の間行われたナチスドイツによるユダヤ人排斥とは異なり、ヤシでの虐殺はルーマニア当局や軍が国内出身の一市民であるユダヤ人に対して白昼堂々を行われた。また、フランスのベロドロームディベール大量検挙事件では、 ナチス占領地域で逮捕されたユダヤ人が国外のポーランドにある絶滅収容所に送られたのに対しヤシで逮捕された人々は国内に移送されるに留まっている。虐殺の犠牲者を追悼してヤシに作られた記念ヒルマニア人民法廷が1946年に開かれ合わせて57人がヤシの大虐殺で裁かれた。内訳は軍の高官が8人。 シケ県知事と市長、軍人が4人、市民が21人、憲兵が22人である。主に虐殺の生存者である165人の目撃者が証人として招集された。多くは戦争犯罪と平和に反する罪で有罪判決を受け、23人が重労働を伴う終身刑と100万デウの罰金を課せられた。指導者として虐殺を指示したイオン・アントネスクは、 死刑となった。また、12人が20年間の重労働、7人が25年間の重労働を課せられたほか、15年間の重労働となった者もいた。さらに一人は5年間の重労働、数人が無罪の判決であった。ラドディヌレスクとゲオルゲペトレスクの両大佐は、懲役を経て1997年に社会復帰した人物である。記録文書によると、 彼らは、交換として、トランスニストリアへの強制移送、ベッサラビアやブコビナにおける、数万人のユダヤ人の迫害に関与したとされる。ありがとうございます。